はい、速稼塾の久保です。4月29日19時12分の相場の振り返りになりますけども、もうお分かりですよね。今朝 N が、ね、出ましたけども、やっぱり N が出ましたね。こういうふうにこうですよ。こうで、ここにも N が出ていて、まあここも N ですね。はい、まあということでね、レンジの幅がここと、ここにありましたけども、ここを突き破ったところから、一発目の N と、それから今日の二発目の N ということで決まりました。これをね、こういう見方もできます。高値、がこう、切り下がっていくと。安値が切り下がっていくということで、今朝はこういうふうな図を引いたと思いますけどもね。こう丸をして、ここも丸をして、で、こういうふうにね、トレンドライン、チャンネルラインを引いたということでございます。まあ、これはね、今朝も言いましたけども、これはね、初心者の第一歩でマスターしておいてくださいね。レンジを抜けたらブレイクする。で、N で、まあ、どんどん切り下がっていく。もしくは切り上がっていくって形ですよね。今回は切り下がっていくって形だったんですけども、悟りやすかったんじゃないですか、今日は。ね。昨日もそうですけども、かなり、稼げた月火水だったと思いますけども、いかがでしょうか。この動きってのはまだ続く可能性があります。それでですね、こうなった時はどうするかってことなんですよ。こういう風に下がってきて、こういう風に下がってきて、今度、こうなった時ね。こうなった時にこう上がってきたら何かっていうと、これはね、ダブルは右辺が強いに入れ替わっていくのと、あと、これです。ダブルボトムなんで上の方に向かうという条件なんで、トレンド転換ですよね。ずーっと、右肩下がりだったものが右肩上がりに行くってことですよ。だからこれを意識しながらね、これが出るまではもう強気にどんどん売りで取っていくって形です。ね、わかりやすいでしょ。ここはマスターしておいてくださいね。それでは以上です。